こんにちは。今回は中種法の角食パンをご紹介します。可愛いイメージの食パンを作りたくて人参を入れてみました。色味的にも鮮やかですよね。食べてみると人参というより甘酸っぱいフルーツという感じでとっても食べやすいです。うさぎ年ですしね、ぜひ作ってみてください。もちろん人参以外の具材を入れても美味しいです。今回はアレンジを2つご紹介します。シナモンバターとリンゴの食パンと、カルダモンバターとセミドライトマトの食パンです。こちらは翌週翌々週にご紹介する予定です。アレンジパンもお楽しみにしてくださいね。工程表はこちらです。一般的な冷蔵中種法の工程をたどって焼成までをご紹介します。このチャプターでは配合と製法の確認をしていきます。食パンの型は松永製作所さんの 1.5 斤型を使用します。容量はおよそ 2660ml ぐらいです。計算は単純ですね。縦横高さをかけて容量を算出します。こちらは勾配のついている型なので、縦横それぞれの長さは平均値で算出していきますよ。ここに型比容積 3.8 で生地量を計算して入れていきます。配合から見ていきますね。中種でしっかり酵母を増やしていくので糖の配合は少し高めです。ヨーグルトの乳糖なんかも使って少しでも生地に甘みと焼き色が残るようにしていきます。大きく焼くパンですし、しっとり感と柔らかさが持続するように、蜂蜜や卵黄など少しずつですがいろんな副材料が入ります。ボリュームも出してあげたいですしね。本骨生地の水分量ですが、初めての方は 6% で進めてください。トータルハイドレーションがだいたい 67.6% ぐらいですね。上手になったらお水を 9% に増やしてこねてみていただけると美味しく仕上がると思います。単純にハイドレーションが上がるのでこねにより時間がかかるようになります。生地の中の水分量が上がって一番困る部分っていうのは、最初のこね始め、それから一次発酵上がりの一番最初の分割のあたりですかね。あのあたりで一番生地が扱いにくくなるので、その点だけ注意してくださいね。ルバーは香り付けで入れています。なければ丸々カットしていただいても大丈夫です。この場合はベーカーズパーセントで、本骨生地に薄力粉 4%、水 4%、それぞれ足した分量でバランスをとってください。製法は 80% の冷蔵中種法です。オーバーナイトさせていくのでオーバーナイト中種法とも言われますね。配合する粉の 80% と一部の水と酵母を合わせて、事前に中種と呼ばれる発酵種を準備する製法です。その後の生地作りでこねや発酵そのものを短縮できたり、発酵種の風味を生地に添加することができます。ボリュームがあって柔らかいパンが焼けます。短時間で作るパンよりも老化が遅くなるというメリットもあります。フィリングをたくさん混ぜ込んだり巻き込んだりするパンとか、それなりに副材料が添加されているパンとか、特に大型パンとか、もりもり膨らんでほしいなと思うパンには私はよく使います。コネも発酵も割と安定していて、長くダラダラこねなくてもボリュームがしっかり出てくれるパン生地ができるっていうのは、手こねではとても大きなメリットですよね。次のチャプターでは人参グラッセの仕込みをしていきます。